古橋が厳しいプレッシャーに先ほどからさらされていますね。そうですね、今日はシュートを打ってるからだと思いますけどもね、彼のプレースタイルはどんどん裏を狙って飛び出していく動きをすることですからね、しっかりチーム全体でその動きを意識しないとさらに点を取られてしまいますからね。